こんにちは、総価塾の久保です。ディファイのコーナーなんですけども、ここまでついてこれてる方はどのぐらいいらっしゃいますかね。で、よくね、こういった、暗号通貨系でもないんですけども、投資系のことをお話しすると、久保さん、リスクはどんなことがありますって聞かれる方がいますけども、リスクはね、自分で調べてくださいというよりも、そのお金のなくなるリスクっていうのは投資の世界に入った以上常にあるんですよ。ですんでね、言ってみればこういう間の抜けた質問がないようにしていただきたいと思います。100歩譲ってなんですけども、私はこういうリスクがあるっていうふうに考えてますけども、いかがでしょうかとか、他にもどんなことが考えられますかっていうふうな対話の仕方でしたら、まだ話になるんですけども、それってリスクあるんじゃないですかとかね、どんなリスクがありますかっていう感じで、もう自分の考えなしにポンとね、全てを丸投げで聞かれると、これ非常に困るというか、私が困るわけじゃないんですけども、その状況の人が困っちゃいますよね。というのがね、説明されないリスクに対して自分でどんなリスクがあるか想定できない方に、もうすでに投資はね、無理なんですよ。だって、何、そんなリスク聞いてなかったよっていうことになるわけじゃないですか。いや、もうさすがにですね、もういいね、一人前の人間として育っていって、投資にまで興味を持ってるわけですから、それは人に説明されなくてもね、どんな危険がはらんでいるのかってことは覚悟の上で一歩一歩進んでいただきたいかなと思います。このディファイのコーナーにつきましてはね、本当にね、まだ新しく生まれたばかりで、私も超ベテランってわけではないんですよ。で、利益をもらい続けてるわけでもないので、私にも氷の上をね、進むような、そんな思いでやってる部分があるんですよね。ですんで、どちらかというとこのコーナーっていうのは大筋は指し示します。でも細かいところっていうのは、ご自身でいろんな解釈を成り立たせながら進めそうだなと思ったら、一歩また一歩と進んでいただきたいと思いますので、もうこれどんなことにも言えるんですけどね、どんな問題であれ、誰かに問題を丸投げするんではなくて、9割は自分で進んでいくってことなんですよ。で、一緒に伴走してくださる方がいるっていうだけなんですよね。ですので意見交換っていうのは必要なんですけども、ゼロベースからね、何なんですかっていうふうな問いかけをすると、それは相手にされなくなっちゃいますんで、気をつけてくださいね。自分の考えはこうなんだと、あなたの考えはどうですかみたいな対話でやっていければ、まだね、伴走者としてやっていけると思いますけども、そこが抜けるとですね、この人は負担だなっていうふうに感じさせるばかりなんで、このディファイのコーナーにつきましては、いろいろとね、たまにですけども厳しいこと言わせてもらいます。すみません。この動画を見てる方のことが嫌いなわけではないんですよ。やっぱりこう、難しいよって話なんですよ。要するに、いろんな投資の予選に通過しなかった方もディファイには入れちゃうわけですよね。だから、ある一定のレベルで投資にうまくいった人が、さらに儲けたいなと思った余剰資金をディファイに突っ込むぐらいのレベルだと思ってくださいね。はい、それでは話を続けさせてもらいます。以前ですね、ビーナスっていうプラットフォームを紹介しましたよね。これはものすごい画期的でですね、プログラムだけでお金の貸し借りができちゃうわけなんですよ。で、安全なんですよね。安全といってもリスクがゼロではないから、それはもう私がいちいち言わなくても察してくださいね。で、今回のビーナスっていうのは金利プラス新しいトークンまでもらえちゃうんで、まずマジでね、本当にお金が勝手に増えるんですよ。プログラミングによってお金が勝手に増えるんですよ。人間があれこれやるんじゃなくて、プログラミングでもうね、客観的なもう指標でお金が増えていくというね、まさに私たちがずっと思い描いてることですよね。今までアービトラージの自動売買とかあったけど、全部インチキだったわけでしょ、ね、あんなもんができるわけないんですよできるわけないことが判断できないから参加するんですよね。で、アービトラージがどんなものかきちんと判断できる人、あんなこと参加しないですからね。FX の自動売買も同じですよ。 FX で自分で勝てる人っていうのは自動売買なんて使わないわけですよ。でも勝てない人がああいうのを買っちゃうわけでしょ。これは今までも何回も言ってましたけども、本当に用心してくださいね。でも、そういうのをくり抜けて、今回のビーナスっていうのは、ブロックチェーンっていうのはね、まさに中央集権じゃない、誰かが管理者がいてそれが操作してるわけじゃなくて、客観的なプログラムがやってるわけなんで、これがね、書き換えられたりとかインチキが入り込む余地っていうのはないわけですから、すごく当てになると思いますね。で、その上で今回お話を続けさせてもらいますけども、あとね、ビーナスでお金を借りる方法を今日は解説していくわけなんですけども、これによってですね、この放置でお金が増えるっていう体験ができていきますから、ですので最初少額でやってくださいね。で、いろいろと分かってきだしたら増やしていくって形でいいと思います。で、まずね、ステップとしては3つぐらいのステップがあります。で、まずはね、BUSD と VIO
VAI を借り入れてください。この作業をどうぞやってください。何ですかね、 BUSD って何ですかって聞かないでくださいね。で Y って何ですかって聞かないでくださいね。で次なんですけども、パンケーキスワップで流動性を供給するっていう作業が必要になってきます。これもこの言葉の意味が分かんない方はここでもうねドロップアウトされてください。で分からなければ自分で調べていくってことでお願いします。それからですね、収穫したケーキを複利運用するっていうこのステップがあります。この今お話した3つのステップによって、やっていけるわけですよね。まあもワクワクしてくださればいいかなと思いますけどもね。であとね、ビーナスでお金を借りる意味が分かってない人も多いかもしれません。まあ分かんなくてもいいといえばいいんですけども、うん、なんかすごくねシンプルなんですよ。お金を借りる理由っていうのは何でかっていうと、その方が儲かるからなんですよね。うん、だからここも、あ、そうなんだなって思うんじゃなくて、なんでなのかなってことは自分なりに説を立てて、その説に対して裏付けがきちんと取れるかどうかっていう道を探してもらいたいと思うんですよね。うん、でもちろん金利を支払う必要っていうのはあるんですけども、金利以上の収入が期待できるので借りた方がいいっていう判断になるんですよね。言ってみればこっちで 3% で貸してくれるよと、こっちで 5% で、利息を払ってくれるよってことになると、自分の資金を作って 5% に預けるんじゃなくて、最初から 3% で借りて 5% の利息を期待して貸した方がいいわけですよ。そうすると賃貸の利材がね 2% 取れるわけですから、まあ、いわゆる金数っていうのはいつもこれをやってるんですよね。月に1割ぐらいで借りてきて週に1割で貸すみたいなことしてるわけなんですよね。うん、で借金が悪だって考えてる人はもうこういう考え方は新鮮じゃないですかね。借りた方が稼げるっていうのはね、私は不動産事業とかもやってたんで思いますけども、借りた方が圧倒的に稼げるっていうのはよくわかるんですよね。うん、借りる金利と貸す利息、これの差額でプラスだと思えば始めればいいんで、すごく単純な引き算なんですよ。で細かいビジネスとかやる必要ないですからね。ただ金利や利回りって常に変動するんで、よくその辺はいわゆるリスクってことになってきますんで、その辺は注目っていうか注釈しておいてくださいね。そこを逃しちゃうといつの間にか逆ザヤになってしまったっていうことが出てくるかもしれません。はい、今日はこのぐらいにしておきましょうかね。まだ大丈夫ですか？まだ大丈夫な方はついてきてください。借り入れにおすすめの通貨っていうのは BSUD と VAI なんですよ。 VAI ですよね。この2つってのはドルと同じ価値のステーブルコインね、ドルと連動したコインになってきますんで、ドルが100円だったら100円で値がつきますし、ドルが200円だったら200円で値がつくステーブルコインです。ステーブルコインにつきましてはもうご存知だと思いますけども、わからない方はご自身で検索してください。これ一発で出てきます。で、このコインをですね、同じ量を借り入れてウォレットに入れるっていう作業になります。次のパンケーキスワップで使いますんでね、わかりましたかね。わかんなかったら咀嚼してください。またはい、でひとまずのおすすめっていうのは 20% から 30% 程度の借り入れに抑えておくってことでございます。これは以前お話ししましたけども、パンパンに借りちゃうとちょっとの変動金利でもうロスカット食らっちゃいますんで、ご用心くださいね。この程度でしたらね、 20%30% だったらビットコイン価格が半額にならない限りロスカットに合わないと思いますんで、まあ安全圏かなと思います。それでもね何リスクがないわけじゃないですからね。急激にビットコインがガーンと100万円になっちゃったって言ったら、これポーンですからね。その辺だけです。はい、で半分になりそうな時には資金を引き上げて決済するか、担保を追加していわゆる追証してくださいってことになります。100万円のビットコインを預けたんだったら20万円程度の借り入れをするっていう、このぐらいの形がいいんじゃないかなと思います。この場合まずは BUSD と10万円ほどを借りるっていう形になりますね。でビットコイン価格の 10% ほどだったら安全圏かなと思います。借り入れの方法は簡単で、まあボローっていうのがあります。 BORROW ですね。ボローから BUSD を選択して、エネーブルした後に借りたい数量を入力するって形です。このコマンドのやり方ももうね、前回やりましたんで大丈夫だと思いますけども、もうスムーズにできるようになっててください。でトランザクションを通したら借り入れが完了になります。まだ大丈夫ですか？まだついてこれます？もうちょっといきましょうか。じゃあ、まあ、メモ読みながらになりますけども、このビーナスっていうのは借り入れを行うと XVS っていうコインがもらえるんですよね。いいでしょ、これもらえるんだから。タイミングによっては借り入れ金利よりも XVS の付与利回りが高いこともあったりするんで、この時点でまた利益出ますよね。借り入れ金利が 7% で XVS 金利が 10% だとすると、この借款の差額が 3% 取れていくんですよ。借りて貸すで 3%、 お金が
だからお金を生んでくれるっていうところにここでたどり着くわけなんですよね、うん、で、なかなかバグが出てくることも多いんですけども、まあ、相場環境によってはそういうこともたまにあるので、まあ、この辺はねビビらないようにしておいてください。まあ、たまに変な数字出ますけども、そうじゃなくてちょっとね時間をずらしてみてくださいね。で続いてその次なんですけど VAI ですね。 VAI を借り入れるって作業になります。 VAI は MINT、ミントという概念で発行するので画面は少し違うわけなんですけども、ミント、リプレイ、VAI っていうねコマンドがありますから、発行したい数量をこちらから指定してミントをクリックするっていう形になります。難しいでしょね。でこれで、VAI もゲットできます、うん、で借り入れ余力が変化していくことにも、まあ、ちょっとね意識を置いといてもらいたいと思います。まあ、しっかりとね管理できる方でしたらビットコインを担保にした場合 50% から 60% ぐらいの借り入れでしたらいけるんじゃないかなと思いますので、まあ、ギリギリまで、資金を引き出すってこともできますよね、うん、まあでも今回みたいにね、まあ、この慣れればどうってことないんですけども、慣れてないうちっていうのはもう頭が痛いと思います。何でもそうですよね。パソコン始めた時も最初はすごく戸惑ったと思うんですよ。新しいテクノロジーに挑戦するっていうのはこういうことなんですよね。うん、だからね、まあ、誰もが敬遠してやらないうちにぜひやってほしいなと思います。まあ、今回の放送は以上なんですけど もう今回でねだいぶもう次回に進むのが嫌になっちゃった方いると思いますけども、引き続き放送はお送りしますのでこれからもご期待ください。まあ、放置お金を増える世界っていうのはやっぱそれなりに険しい山なんですよ。まあ、それではいってらっしゃい。